さてこの作品、もうご存知の方も多いと思います直木賞作家の井上荒野さんの原作を朝が来たの西谷監督がディーン・藤岡さんを主演に迎えて実写映画化いたしましたそのお披露目ということで今日はですね素晴らしいキャストの方とともにお祝いをしていきたいと思います主演のディーン藤岡さんです。 2年前に朝が来たという連続テレビ小説で、議員、藤岡さんと初めてお会いして、3度目の仕事でやっと映画という形に結晶することができました、皆さん、ゆっくりご鑑賞ください、よろしくお願いしますありがとうございました女性を虜りこにして、そして女性の夢を裏切り、それでも愛されるっていうキャラクターを演じたわけですけれども、この役、演じるにあたって、ご自分の中でどういうふうに感じてましたか結婚詐欺は犯罪です、ええ えっと、でもやっぱそのそういう生き方を選ばざるを得なかったというかそうなっていったあの理由歴史が潤見賢治っていうキャラクターにはあってでそこでまあ,あのそうですね役作りというかキャラクターを掘り下げていく中で何かこう共感できる部分があったりもしくはその放っておけないっていうんですかねあの関わりたくはないけどちょっとこう目をそらすことができないみたいなそういう魅力的な。 キャラクターになったらいいなと思って、えー、プロジェクトと関わらせていただきましたきっとまだ皆さん見てないですけれどもディーンさんなら騙されてもいいって皆さん思いますよね騙してって感じ <laughs> たくさん騙して,てしかも手を挙げるという、うんはい、あの今回ディーンさんとは3度目になるんですよね、ええ、あの演出されてみて改めてこの作品でのディーンさんいかがでしたでしょうかやっぱりあの 今のこれからの日本映画界を背負っていく可能性のある人だなと心から思いましたあの未知数な部分も多々あるんですがあのやっぱりあの昔の市川雷蔵さんや佐田啓二さんとかねそういうなんか一本通ってるっていうか背筋が伸びてるっていうかこういう地に足のついた役者さんっていうのは僕はあんまりそんなにめったに出会わないんですけれども ディーンさんと会うたびに成長されていってて今回の映画では相当芝居も難易度が高かったんですけれどもそれを見事にクリアされてすごく感動しましまた作詞作曲すべてやられてこの映画からちゃんとこう作りになったって聞きましたけどそうですねまあこのお話をいただいた時にあの、まあ、最初やっぱりこう結婚っていう映画作そのこの作品の一部に ななるようなあのかつ楽曲として一つの独立したものにもなってで、まあ、西谷さんと今回3回目交渉させていただいてで一番最初にそのきっかけになった作品が「朝が来た」っていうねあのドラマ NHK のドラマだったんで「朝が来たらどうなるのか」っていうところからこの音歌詞の曲の世界をスタートしたいなと思って「朝が来たら」 どこへ向かかうのかきっと俺には分からないままっていう歌詞から、まあ、この曲はスタートするんですけどあのそうですね実際まあるみだけじゃなくて意外とみんな明日どうなるのかよく分かってないまま不確定要素の中で日常を生きてるじゃないですか。うんでまあ、特にこのの曲はその映画の中であんまり ウルミ本人の独白みたいなものがないので彼の背中にかけるような彼の,その心理状態というか胸の中でどういう,こう気象現象が起こっているのかっていうのを描写できればいいなと思ってで、まあ、この曲があの最後クレジットそのエンドロールで流れて曲が終わるときに作品としてちゃんと一つのコンクルージョンがあるような形であの作品の一部に なれるかかどうかっていういのはすごく大事だったので,でまあ音の部分もあのやっぱりこうウルミのそのちょっとギザギザしたというか生き急いでる感じというか焦燥感みたいなものとか衝動で生きてたり、うん、でも自分のことが本当に分からないっていうのがすごく正確な描写だと思うんでその分からない具合をあのこう歌に込めてこういう形の曲になりました。 ぜひ皆さん最後もうじっくりと聴き入っていただきたいと思いますどうもありがとうございました